皆さんこんばんは、菊地亜美です。今日はですね、生後4ヶ月の小亜美ちゃんのナイトルーティーンを紹介したいと思います。それではどうぞ。お風呂を沸かしてる間はこういう風に小亜美ちゃんと一緒にちょっと遊んだりしてます。何してる？うんちしたんですよ。うんちだ。小亜美ちゃんね、結構便秘気味なんですけど、今みたいにこうやって足を持って運動したらすごく便秘が治るんです。今は18時ちょっと過ぎなんですけど、いつもこのぐらいの時間に小亜美ちゃんがお風呂に入ります。お風呂はパパが入れてくれます。はい、よろしくお願いしますこれは、はいはい、いっちゃんに呼ばれたので服を脱がせてお風呂に連れて行きました。いつもいっちゃんはこうやってなんか店員さんみたいなやり取りをしてきます。どこだっけ。皮膚科の薬、皮膚科の薬、ない皮膚科の薬を探してるんですけど、小亜美ちゃんがお風呂に入ってる間におむつとか着替えとかそういうのを準備して、でちょっとだけ自分の時間でスマホをいじったりしてます。なんかね、いつもいっちゃんこういう風になんか店員さんとお客さんみたいな感じでやり取りしてます。で、いっちゃん上がりっていうのがうちの家族の合図というか、いっちゃん上がりっていう声が聞こえたら私は迎えに行きます。昨日いっちゃんがいなかったじゃん。で、久しぶりにさ、お風呂入れたらさ、めっちゃ大変だったんだけど。大変、しかも今さ、寝返りしたじゃん。だからもうぐにゃんぐにゃんで、体が。え、すっごい、もうなんか稲葉は超してたよ。洗うとき。え、嘘、お腹めっちゃ蹴られた。はい、ちょっといっちゃんがまたマウント取ってきました。うん、俺の時はしないよってね。鼻やるよ。さあ、今日の鼻の時間は。お鼻の時間です。泣くかな。これは私の大好きな鼻水水器です。盛り上がって嫌がって嫌だね。嫌なんだよね、これめっちゃ取れる、めっちゃ取れる、最高。これはもう私が毎日楽しみにしている趣味で、趣味というか楽しみにしていることです。はい、OK、 終わり。痛いかな。痛くないよ。それで、それで、なんか最近ね、嫌がるの。録音数、この録音数っていうのはちょっといきった感じに聞こえちゃうんですけど、海外で売ってるものでミルクを作ってるので、単位が音数なんですよね。だから録音数って、はい、食事です。本日のメインイベント、はい、ミルクはいつもいっちゃんがあげたり私があげたり、本当にもうその日によって変わりますね。風呂上がりうまいな。嬉しいね。風呂上がりうまいな。で、小亜美ちゃんはだいたい20時過ぎ、20時半ぐらいかなに寝ます。寝かしつけのプロ。20時台に寝れたらまあいいかなって感じですね。まあ、その日によって変わっちゃうんですが。で、これは哺乳瓶を洗ってから消毒するんですけど、これね、もう1日に何回やるんだってぐらい、多分ね3回以上はやってますね。1日中ずっとやってる感じがする。楽しみ。でも離乳食作るの、これいっちゃんの離乳食って言ってますけど、いっちゃんのご飯ですね。いっちゃんの離乳食は小亜美ちゃん優先だから、ちょっと今閉店中。最近料理はサボってます。よし。で、小亜美ちゃんが寝た後に洗濯をするんですけど、まあ、大人のものは乾燥機とかかけるんですけど、小亜美ちゃんのやつはね、手干しじゃなきゃダメなんですよ。で、その間にお風呂に入って、私は結構お風呂ゆっくりさせてもらってるんで、もう40分50分ぐらいゆっくり入ります。はい、お風呂から上がりました。今からちょっとケアしていきたいと思います。いや、もう顔がすごい乾燥する時期だから、カサカサになっちゃう。なんかさ、今まで結構 YouTube いろんなの撮ってきたけど、こんな洗面所まで見せるの初めてなんだけど、なんか洗面所のライトってリアルですよね。
洗面所の、ね、ライトが白だからね、ちょっとなんか嫌だなって感じだけど、まあいいや。オッケー。でちょっと軽くタオルドライして、で髪の毛はこちらのワンダーシールドっていう資生堂プロフェッショナルから出ているトリートメント、洗い流さないトリートメントを使うんですけど、これすごい良くて、毎日やるってよりかは3日に1回ぐらいの特別ケアとして使ってるんですけど、なんかサロンでトリートメントしたような仕上がりになるんですよね。これをタオルドライをして濡れた髪に20プッシュぐらい全体につけます。毛先を中心に髪のダメージの要因から守ってくれたりするので、こうなじませながらつけます。いいかなってぐらいつけるんだけど、まあ3日に1回だからね。はい。でこれでちょっとこうなじませるんですけど、ドライヤーします。サラサラ、もうサラサラ。ほら、わかります？今軽くドライヤーしただけなんですけど、これをタオルドライした後につけることによって、なぜかめちゃくちゃ乾きやすくなるんですよ。私本当に髪の毛傷みやすくて、で結構ゴワゴワしてるんですけど、この洗い流さないトリートメント、ほら手ぐしでサラサラサラみたいな感じ。しかも香りが美容院から帰ってきた後みたいな、すごくね個人的には大好き。ここで時間が経っても結構香りが長続きするので、はい、こんな感じでワンダーシールド使ってるんですけど、マジでサラサラになるんで、もうね産後のね抜け毛とかでポヤポヤしてるんですけどね、それがほら目立たないんですよ。めちゃくちゃサラサラです。今の時期って結構乾燥とかしてて、静電気とかで髪広がっちゃったりすると思うんですけど、これは本当に広がらず、私も髪の毛量多いんですけど、そういうのもなんか気にならなくなったし、ズルサヤ、あ、サヤじゃない、ズルサラって感じで。さっき紹介したこれは美容院でしか売ってないものなんですね。なので取り扱いの美容院は概要欄に書いておきますので、気になる方ぜひチェックしてください。あとちなみになんか集中ケアみたいなしたい人は、これ手に取って毛先だけこうやってなじませたりとか、はい、こんな感じで、わかります？この柔らかさ。あんまり美容院にも行けないので本当におすすめです。いい感じでしょ。はい、で今から洗濯乾かします。大量大量、何大量大量、サンタクロース来た。こわみちゃんのものだけはちゃんとね乾燥機かけずにやらなきゃいけないので、いつも夜寝る前にやってます。こうやって夜中いきなり喋るから、こうやって、あのいつもこわみちゃんが寝た後に2人で洗濯物を干してるんですけど、ちょっと待ってよ、あなたが落としたのは寝る前の寝たよ。なんかひっちゃんのネタとか言って、何、あと誰、家庭内ネタね。あ、あれちょっとあれ撮ってよ。そう、これがね見せたいんです。すごいものがあるんです、うちに。綺麗いっちゃんが赤ちゃんの時に使ってた靴下をいっちゃんのお母さんが送ってきてくれたんです。見て、ちっちゃい、かわいい。こんな足の時があったんか。本当だよ。いっちゃんのその顔からこの可愛いの咲くなんて想像つかない。ヤンキー顔。本当にヤンキー顔ですよ。これでも女子でも着れるデザイン。履けるデザイン。今それの話長くしようと思って、こっち嫌いだからってやんないでこうと思ってる。入ってるからね。これシーツだから。苦手分野だよね。シーツは。いっちゃんは洋服の洗濯はやってくれるんですけど、シーツとかバスタオルは嫌いなんですよとか言って、まあやってくれるんですけどね。いつもここで2人で喋ったりしてます。本当にこわみちゃんが生まれてから2人とも寝るの早くなりました。今だって12時ちょっと過ぎぐらいだけどさ、ね、いつもはね本当3時とか寝てたりしてました。じゃあできてました。かけてきます。はい、ということで、あれか、うん、
いいよ、ゆうちゃん。いいよって言ってなんか出たい人みたいなさ、そっちにしよう。自分見て笑っちゃった。またいかがでしたでしょうか。一旦一日を終えて今から寝る準備をするんですけど、まあ多分こわみちゃんあと30分以内に一回へーって起きると思うので、はい、30分後に起きました。本当に起きました。はい、あと今日紹介したヘアケアのワンダーシールドは概要欄に詳細を載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、じゃあ歯磨いて、ちょっとテレビ見て寝ます。おやすみなさい。